直で買えんの？ベンチ戻らずに。一旦落ち着こう。一旦落ち着こう。な、岩崎はん、岩崎はん、今日悪ないって。岩崎はん悪ないって。おい、糸原はんのソロホームラン、一点だけで勝とうとする阪神が悪いねて。一旦落ち着こう。な、あ、岩崎はん、悪ないやな。みんなも止めてくれ。な、悪ない、落ち着こう。な、まあ、そらなの、逆転さよなら負け。お、そらなの、阪神ファンもみんなショックやで。あ、ちゃちゃちゃ、ちゃ、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。落ち着こう、落ち着こう。な、阪神、こう見えたの、投手陣頑張ってる。19試合連続、3失点以内に抑えてんねんから。お、ピッチャー陣、全然、全然悪くないから、動いたか、ストップ、ストップ、岩崎はん、変えたか、お、落ち着こう。まあ、まあ、確かに今日の岩崎はん、先頭打者にストレートのフォアボール、そして同点タイムリーヒットも、さよなら犠牲フライもな、ボール甘いところ行った、ちょっとコントロール、制球がな、まあ、ちょっと悪かったところもあるけど、ちゃう、ちょっと待って、攻めてるわけやない、攻めてるわけやない、ちょっと正直に言うたらきゃ、別に、攻めてるわけやないか、落ち着いてくれ、帰らんとってくれ、ストップ、ストップ、ちょっとみんなも止めてくれ、止めてくれ、お、ヤクルトうるさいんじゃん、後にしろ、静かにしてくれ、ちょ、岩崎はん止まってくれ。まあ、今日はほんまにな、投手陣頑張ってくれた先発西庵が、6回無失点のピッチング、その後、鍋爺が出てきて、村上切り、見事やった、その後、アルカンタラはんが頑張ってくれた、そして8回、湯浅はん、見たな、湯浅はん、見たよな、特に最後、ヤクルト山崎はんとの勝負、ファールで粘って、13球目、ストレートで見逃し三振、もう見事やったな、もうナイスピッチングや、いける思ったけど、最後逆転さよなら、まあ、ちゃ、岩崎はん、ストップ、応援してんねや、な、わし、あ、これか、深い意味はない、こういう日だってあんねんから、いつも抑えてくれてありがとう、こういう日だってあんねんから、阪神は誰も怒ってんわ、誰も怒ってんやな。しゃあない、岩崎は今日しゃあないな。明日から勝とうぜよ。勝ち越すぞ。ストップ。